先週7頭推奨したんだけど1頭1着、まあここ2週あまり成績は振るいませんが、この辺で巻き返したいと思います。土曜中山11です。前のルジェロ、まあ前走久々で12着、どうもね、あの道中やっぱり久々のせいか力んで走ってましたね。2走前、1000万勝ちの、勝ちっぷりからもこのクラスでは十分通用するはずです。中山12です。ジプシーマイラブ、このところの成績見るとまず買えないんですが、この馬やっぱりあの花を切った時が好走してます。まあ叩き2戦目、強力な同型もいませんし、ここは花切って逃げ切りに期待します。阪神12です。タガノリバレンス、休み明けですけど、まあそこそこ乗り込んでおります。まあそれに前走が、まあ、直線2度ぐらい狭くなって全く競馬になりませんでした。まあ休み明けで人気がなかったらここは狙い目だと思います。日曜、中山3列ですね。ジョアキーノ、前走はね、まあスタートして行こうとしたら、うちの馬が速くて、まあ眼光状態になりまして一旦下げたら、砂かぶって走る気をなくしちゃいました。まあ一連の成績から、未勝利ならあっさり勝てる馬です。ここは巻き返しに期待します。中山9です。スマートオリオン、まあ函館で、2連勝、馬は変わってますね。まあ本来、両方でこそスピードが生きる馬です。まあ1000万でもハンデ54キロなら、期待できると思います。中山12です。アースゼウスです。ここ2戦、まあちょっとチグハグな競馬をしてました。前々走は出遅れて、束に寄られる不利、前走は、まあちょっと行く気になって行き過ぎちゃいましたね。まあ流れもきつかったですし、ここは、まあ本来2番2、3番手でも競馬できる馬です。まあ1000万なら十分通用するスピードがあります。ここは改めて狙ってみたいと思います。今週はこの6頭。